け、もうそこを使う、さっき言われたやつを足払いも押したらどうするの、まず飛び道具、足払い、そう下がってたらダメなんだよ、足払い、足払いでやって突進してくる、この突進をね褒めるんだ、足払いで。やばい、滑る、めちゃくちゃ。そう、行く。下がったら、出ていく。大内か。内また、足を技かけないけど。足の前に足で繰り返す、やつも。で、前行く。そう。足やばい。足を牽制してる。相手の足がどうしても前に行く。足はもう同じようにやる、足払いちょんちょんやっといて、前に行く。で、前の技かけるよ、こんな。お、手抜けた。そんなことにかけなきゃダメだっすね、蹴ってるだけじゃ。蹴るふりして大外側に入る。だから、同じタイミングで行って。そう。フェイントセンター。足上げる、蹴る。いや、その変なのが起こる。
欲しいっつうのよ、今のところ。なんでお前は反則しておくと相手はやっちゃいけねえっていう。だそれが今のおかしないじめの構図になってんだよ。やられたらやり返すんですか。バーッ。ルール広げたんだから、相手が自分と同じことをやっても認めなきゃなんねえのよ。当然だろ、そら。何にやるにしたって。相手が殺してきたら殺されたって文句言えねえって言うんだよ。殺しに行ってんだから。だろ？叩いちゃいけないよって言ってんのにさ、叩いたりしたらダメだろ？だって相手叩いてこない前提で組み立ててるんだから、ルールで。ね？ボクシングのルールですよって、蹴っちゃいけませんよって。それでいいですかって OK ですって言ってね、蹴り入れたらさ、それは蹴り入れた方が負けになるじゃん。それで喧嘩で勝ったつもりでいるバカがいるのよ。なるその代わりやられたら そいつと同じことを先生はね、ちゃんとやり返してあげてたからね、うん、お前ぶってきたんだからしょうがねえな、力比べから始まってそうすると分かる。何のためのルールかって。ああ、そういうことですか。あの弱い人を守るためのルールなんだよ。で、得てして弱い方がそのルールを犯すのよ。勝とうとして。チート。だからボッコボコにされるのよ。俺の先輩ボコボコにしたことあるけど。え？そりゃそうだよ。たまたま俺が横にいたってだけでさ、お前気合入ってねっつって俺の膝を蹴ったんだぜ、横からいきなり。わっリフティ言ったと思って、なんで俺って。今やって帰ってきてとこで声出してたじゃん。なんも知らねえけど、その先輩もさ、こう上がっちゃってさ、灰になっちゃって。灰になってきたぜ。で、素人だから手加減してやってるのさ、本気でやれよ、ほらって始まって。はい。なんで先生もいるし、今までずっと手加減してたわけよ。素人で喧嘩が強いってだけの先輩を。なるほど。で、本気にやれっつったし、先生もいるから、5分間、投げて、起こして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 、5分間投げ続けたら、壁に寄りかかっちゃったからね、先輩。チーンって。それから何も言わなくなったけど、言わなくなった。先輩もちゃんと手加減してたんだなって。本気でやってる人にはかなわねえんだなっていうのは分かったんだね。ああ、もうそうやった時点で、もう終わった時点で不思議とね。なるほど。で、うちに遊びに来いって先輩が始まって結構ですって優しい先輩だった。一回だけ行ったことあるんだけど、はい、駅に降りたらさ、はい、こうやってタバコ吸ってうんこ座りしてる髪の毛茶色い人とかいっぱいいてさ、リーゼント行ってさ、やっぱりこの駅はやべえ駅なんだなと思って、はい、目合わせないようにしてたらさっと立って先輩こんにちはって。あ、先輩その地域じゃそういう人だったんだよね。なるほど。暴走族かよ、マジで。そうじゃないんだけど、喧嘩屋さんだから。ああ、そうですか。地元では待ち合いしいいって言って、あんまり先輩バカにするのやめようと思って。ああ、なるほど。先輩とはそうなってても、その先輩に生意気やってる後輩っていうのを見たときに、はい、ね、その先輩を慕ってるなんちゃな子たちがどう思うかなって考えると、はい、やばい、てめえどういう態度でそう舐めたことしてんね、先輩にってなりやすいし。やばいですね。そう、だから、ちょっとやっぱりね、普通に先輩としてしようと。なるほど。はい、行くよ。先輩、こんな感じだったんですかね。行くよ。後ろから何もあらら、後ろの、もう、腹筋タイムとか言って、腹筋にパンチいっぱいもらってたよ。ダダダダダダ、無駄無駄無駄。でもあんまり痛がんねえと喜ばねえから、すげえブーッつってこうやるとすげえウキャ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 って喜んでたやつ。
怖い、ちょっと先輩なりに加減はしてるけど、まあ結構効くぐらいにパンチしてくるからさ怖いな、そんな効かないんだけど。あそう、え、なに痛がんなかった時が。でも痛がんなきゃ終わんねえじゃん。まだ、一生終わんなくないですか。そういうこと。何発も来るんだよ。うん、ドンドンドン、まだ効かねえんかよ。どんどん余計向こうが熱くなってくるからな適当なとこでうって言って店のもっと腹筋鍛えろもろって言われて、はい、それで終わりだよ。敵は何でもよい。なんでそっちごめん、人